リトルマスグレーブの投げかわしいバラット・ボドリアン、図書館所蔵の17世紀のブロードサイド、リトルマスグレーブとレディ・バーナードや、リトルマスグレーブとしても知られる、マッティ・グローブスは、おそらく、イングランド北部を発祥の地とする若い男性と、貴婦人の間の貫通の試みが、女性の夫に発覚し、二人が殺される物語の、バラット。この歌には、多くの文字でのバリエーションが存在し、 いくつかの名前のバリエーションも存在する。この歌は、リトル・マスグレーブとレディ・バーナードというタイトルで19世紀のアメリカ人学者、フランシス・ジェームズ・チャイルドが収集した、チャイルド・バラットの中の一つとして少なくとも1613年まで遡ることができる。リトル・マスグレーブは、聖なる言葉を聞く、または、そこにいる素敵な女性を見るために、聖なる日に教会に行く。 彼は、バーナード卿の妻、そこで最も美しい女性を見て、彼女が彼に惹かれていることに気がつく。彼女は彼に彼女と一緒に夜を過ごすように誘い、彼女の夫が家から離れていると彼女が言った時彼は同意する。彼女の故障は、バーナード卿を探しに行き、マスグレーブが彼の妻と一緒にベッドにいると彼に話す。バーナード卿は彼が真実を語っているなら、 故障に莫大な報酬を、そして彼が嘘をついているなら、公師刑にすると約束する。バーナード卿と彼の部下は家に帰り、ベッドの恋人たちを驚かせる。バーナード卿は裸の男を殺したとして非難されたくないので、マスグレーブに服を着せるように言う。マスグレーブは自分には武器がないので戦えないと言い,い、バーナード卿は彼に2本の剣のうちの良い方を与える。 その後の決闘では、リトルマスグレーブが、バーナード卿を負傷させ、バーナード卿は彼を殺した。その後、バーナード卿は妻に、リトルマスグレーブを今でも好むかどうか尋ね、彼女が死んだ男の唇からのキスの方が、夫とその親族すべてよりも好きだと答えると彼女を殺した。彼はそれから自分がしたことを後悔し、恋人たちを、彼女はより良い親族から来たので、 女性を上にして単一の墓に葬るように命じる。一部のバージョンではバーナードは公主刑にされたり自殺したり自分の幼い息子が妻の体内で死んでいるのを発見する。多くのバージョンではストーリーの一部が省略されている。キャラクターの元の名前であるリトルマスグレーブとレディバーナードはイングランド北部の地名に由来するものと推測されている。 曲のイングランドバージョンとアメリカバージョンの両方で見られる地名、バックルズ・フォードベリーの起源は不明である。バラットのいくつかのバージョンには、恋人たちが夜を一緒に過ごした後に離れる、私的な形であるアルバの要素が含まれている。いくつかのブロードサイドのバージョンが存在する。ボドリアン図書館のブロードサイドバラット。 オンラインには3種類の異なる印刷物があり、すべてが17世紀後半のものである。一つは、アンソニー・ウッドの所蔵する、リトル・マウス・グローブの嘆きの歌、そしてバーネット夫人の嘆きの歌ザ・ラ・マンティブル、リティ・オブ・ザ・リトル・ムス・グローブ、アンド・ザ・レディ・バーネットで、リメンには、主人公たちは1543年に生きていたという、ウッドの手書きのメモがある。チャイルドは14の例を公開した。 ラウドホークソングインデックスには、このバラットの例が300以上含まれており、このバラットは主に北米で収集されていることが示されている。ラウドに記載されている113のバージョンがアメリカで発見され、その大部分はノースカロライナ州、バージニア州、ケンタッキー州、ニューイングランド州、テネシー州である。カナダでは18のバージョンが発見され、その大部分はノバスコシア州である。 スコットランドでは9種類、イングランドでは2種類のみである。セシル・シャープはこのうち22種類のコレクターとしてリストアップされている。カリブ海で収集された歌や物語の多くはバラットに基づいているか、またはバラットを引用している。後に記録されたこの曲のいくつかのバージョンはチャイルドのカタログに記載されているバージョンとは異なっている。 最も古い出版物は1658年に出版されたものである。ヘンリー・ゴッソンのブロードサイドにも印刷されており、彼は1607年から1641年の間に印刷したと言われている。マテが最初に見られる場所については、時には教会、時にはボール遊びといったいくつかのバリエーションができている。マティ・グローブスはバラッと、 フェア・マーガレットとスイート・ウィリアム・フェア、マーガレットスイート・ウィリアムといくつかの中間部のスタンザを共有している。バラットのその他の名称、バラットに関する最も初期の基地の引用は、ボーモントとフレッチャーの1613年の演劇、燃えるキネの騎士ザ・ナイト・オブ・ザ・バーニング・ペッセルに見られる。ある者は口笛を吹き、ある者は歌い、おい、伏せろ、伏せろ、と何人かは、 大声でいい、バーネット校の角笛が鳴っていたように、離れろ、マスグレーブ、離れろ。とアルハインの1961年の小説ロードラブ、エイダックはバラットからの抜粋で始まり、同様に終わり、二人の登場人物のために、マスグレーブとバーナードの名前を借用している。デボラ・グラビアンのお化けバラットシリーズ三冊目の本、マティ・グローブスは、バラットに異なるひねりを加えている。 一部のパフォーマーのバージョンは、ジーン・リッチーや、マーティン・カーシーのものを含めて、非常に注目に値し、また成功したバージョンということができる。歌おい人の中で、この曲は、エミー・ロッサムとジャネット・マクティアによって演奏された。イギリスのテレビシリーズ、孤高の警部・ジョージ・ジェントリーの、第5シーズン第2話、ジェントリー・ウィズ・クラスの中で、この曲は、マティ・グローブスとして、 カシュエレン・マラム役のエボニー・バックルによって演奏された。1943年、イギリスの作曲家、ベンジャミン・ブリテンはこの曲を、故障マスグレーブとバーナード夫人のバラットと題した合唱曲の基礎として用いた。キッパーファミリーによるパロディ曲ザ・ビッグ・マスグレーブは1988年の彼らの LP フレッシュイエスタデイで聴くことができる。 このバージョンの主役はデカイデブのグローブスと呼ばれている。フランク・ヘイズは、ライク、エーラム・ツー・ザ・スローターと呼ばれる、トーキング・ブルースバージョンを作り、1994年のペガサス賞のベストリスケースソングを受賞した。一つ前と後のチャイルド・バラット。ありがとうございます。